はい、皆さんこんにちは、フラワーティストです。最近この SNS でもこうリアルでもね、質問の中に一番多いのがこう暑い日にお花を持たせたいっていうご質問が多いです。まあ確かにね、毎日暑いんですよ。まあ僕なんかもうほんと寒いところにいるんで、これいつも長袖みたいな格好してますけど、まあ世の中ものすごく暑いですよね。確かにお花は持たなくなってます。じゃあね、この暑い日に花を持たせるのはどうしたらいいか。まあこれ、ね、根本的な理由が2つありますね。まず1つは、まあ、バクテリアが水に湧いて、花がダメになってしまうので、そのバクテリアを沸かせないようにするという方法が1つ。これは、まあ、今一番手軽なのはキッチンハイターとか、抗菌剤って言われてるものですよね。それをこう少し垂らして、水に垂らしてあげればバクテリアが湧きづらくなりますから、そうすればこう導管はね、花の導管が詰まることがないので長持ちはします。ただまあそれでもね、長持ちはしますけど、まあ、基本水が腐らないっていうだけの長持ちですから、根本的に花を持たせるには次の案が一番です。暑さに強いお花を飾るということですね。これが一番です。では暑さに強い花っていうのは何かというと、まあ、今の時期、まあ、ユリがやっぱり一番持ちます。それからアンスリウム。でもアンスリウムもこれね、実は国産と輸入とあります。輸入のアンスリウムは全然今の時期持たないので、国産のアンスリウムだったら持ちます。まあそれがね、これが国産なのか輸入なのかっていうのは、まあ一般の人では全然こうわからないと思いますから、お店の人に国産のアンスリウムありますかって聞いて購入するのが一番いいかもしれません。ただ値段が全然違います。もちろん高いんです、国産の方は。ただね、全然日持ちはしますから、その方が良いと思います。あとは、まあ、よく持つのはカーネーション類とか、あとは次の動画で出てくるね、ちょっと変わったパイナップルみたいなものとか、あとはなんだろうな、意外とね、系統でも種類を選ぶと持ちますね。まあそういう、あとはグリーンね、葉っぱ類、結構ね、お花にこだわらないで葉っぱをこう組み合わせて飾ってもすごい素敵なアレンジができますから、そういうのをこう夏場に飾っていくっていうのもいいかもしれません。まあそういう夏場に日持ちはするお花を選ぶということと、まあ水を腐らせない、これをダブルにすれば、キッチンハイターをそういう花材で入れていけば、多分普通に2週間とか持っちゃうと思います。この暑くても2週間3週間持っちゃうと思います。なのでぜひ試してみてください。今日はちょっと質問があまりに多かったんで、短編で1個動画を作ってみました。では次の動画、ね、出てくる花束も、花束の動画も、日持ちがするお花で作っていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。では暑い夏をそういう方法で乗り切ってください。暑いからお花を飾らないんじゃなくて、工夫をすれば大丈夫ということですね。では試してみてください。ぜひ皆様のチャンネル登録を募集しております。スマートフォン、タブレットでご覧の方は説明欄からチャンネル登録をよろしくお願いします。次回も楽しみにしていてください。